みません、あの2時頃なんで、あと質問4人ですか。1、2、3、4、5人、じゃあ順番にいきましょう。じゃあ、あのちょっと4人視点の方が続いたんで、 女性から、はい、改めて伺いますけれども、ゆうちゃんの今回、保険が引かれるという話で、2000万になりますけれども、実際そういうふうに、まあ、引き上げをしたときに、大臣は資金シフトが進むときに思っていらっしゃるのかどうかというのが1点と、あとその後、そのまた見直しがあるということをおっしゃっているわけですけれども、どういう状態になったら引き上げるのか、どういう状態になったら引き下げるのか、その辺はどういう考えなんでしょうか。これはね、私は皆さん方が考えてることをね、大胆な男でもありませんしね、まあ向こう見たところかもしれないけどね、臆病なね、やはりね、国民生活全体に影響のあることについてはね、やはり報復前進ね、物事によってはバッと決めてバッと行かないことまで、そう、しかし物事によってはね、方向前進をしながら、いろんな状況を見ながら、ね、やっていかないか面があるんです。だからそういう意味ではこの限度額についても、ね、一般の警官は天井でしょ。そのことを忘れちゃってるんですよ、マスコミはね、青天井でしょ。それに対して友情がそうした山の中から島までね、そうした一つのこう責任を忘れる、これは負担ですよ、ね、会社にとって。そういうことを課していくのに、今のに1000万でね、しまっといておっていいのかというね、そういう問題がある。だから一つ勝ってきて何年か前になってね、だからそういうね、ユニバーサルサービスというのはね、税金つり込んでやればいいんじゃないかというね。だけどこれも難しいなと思うんだよ。税金をつり込んで、じゃあその分山間部とかそういうところだけでさ、ね、郵便貯金や保険をさ、ね、税金を投入してね、サービスをね、やらせる、これはやり方としてはこれ難しい、ね、いい人やったら教えて。私にはなかなか想像できない、そんなことはね、そうなってくるとね、やっぱし郵貯銀行やその幹部が一般号の世界でやっていくわけだけども、そうした負担をね、やはり追いながらやってもらうしかない。その場合に限度額をね、そしてやれって言ったらね、私はね、言う方が無理だと思って言う方が、私は英語で言ってんじゃないですよ、あの言うところ、私は言うなんで優勢族じゃないか、ね、私は優勢から今もそう、ただの一円も政治権を受けてませんよ。また優勢からホレモンが私を襲った時もさ、私は美味しいのだったそう、日本共産党尾道地区委員会の前に通ったら、中からお茶が出て、亀井先生頑張ってってこれやったけどさ、特定協力前でだってね、シーンとしてもてるんやったね。私は優先族じゃないんです、そういう意味では。私なりにね、一日本人としてね、私は政治家として、判断をしておるつもりでありますからね。それはやっぱし悠長にだけ過重な線あれを押してね、お前たちこれでやれてたってね、そんなことはね、私はできないと思ってます。これじゃあどうなるかと、しかしそう言ってもシフトがね、あんたおっしゃる、どう起きるか予測でないのも神さんじゃないからね、客観条件があるから、いろいろ条件があるからね。で例えば今度は黙っといてもさ、民業というか新規収入メガバンクを圧迫しなくても預金では増えていくことあると思うんですよ。預金タンス預金になって、なんかいろんなことが便利になるから、もっと郵便配達してくる人がね、ついでにじいちゃんばあちゃんからなんか金預かってちゅう、また口がもう今まで言ったね、もうよう顔知ってるくせに本人確認みたいなことをね、しめんどくさいことありもところだね。そういうこともちゃんとね現実にあった形にしていけばね、それだけで郵便貯金増えますよから、間違いなくね、そういうことを含めて、預金がね、どの程度ゆうちょが増えていくのか、新金新素の預金がどうなっていくのか。私は新金新素の人たちに、あなた方競争相手がちょっと条件が良くなるからって、岸かなんか岸かなんていうばっかり言っておるけどもね、あなたたちも店張ってる以上はね、自分たちの努力でね、やることを考えない、
ば今みたいに、いつも預金をしてくれてる零細企業へ商店にね、あんたって融資してんのね、えしないでしょ、とね、預金だけ使用してくれ、してくれ、勧誘して、勧誘してるくて、いざとなったらちょっとね、運転資金貸してくれって、どうでしょう。そんなことを一方でやっておいてね、郵貯の限度額が上がったからね、あっち預金免除考えね、崩るんじゃないかなんてね、こんなこと言ってちゃダメですよ、ね。だからそういう意味では、もうそうした金融機関自体がね、もし、もう、借り手に対してちゃんとね、日頃から やっていく、また預金者に対してもね、ちゃんと対応していくということをやっぱりやっていくことを前提にして、ちょっと郵貯がね、限度かかったから向こう行きやすいなと思ったら、それを超える努力をしないかんなんですよ。それがその金融間の新しい活力にもなってくるね、活性化。それと思うよ。さっきも僕はね、ちょっと話し合いしてあげて、小沢ね、環境大臣も言ったけどね、もっと頑張れてたのね。このね、環境問題がね、日本経済活性化するんだよと。産業革命でいろいろあるけどね、何かインセンティブがくることによってね、経済っていうのはグラーッとね、発展して景気を受ける。日本の場合はね、環境だぞと。ね、それをね、ちょっとやらないためだと、応援するからね、私は言ってたんだけどね、そういうことなんですよ。何でもちょっと話がちょっとそれだけどね、相手方が弱くなればいい、弱くなればいいなんて、そんなことばっかり考えてさ、ね、おかしくないよ。本当全銀が初めて言ってることそればっかりじゃないなって、ね、てめえらが何やってるかって言ったらさ、ね、ちゃんとした融資やってるの、ね、外国で金運用するの俺悪いとは言えないよ。しかし産業資金を、ね、供給するみたいなことはね、全然熱心じゃないでしょ。これね、ベンチャーに対してね、少々のリスクがあっても日本のベンチャー企業を育てないかんと思ってね、そういうベンチャー企業等に対してはどんどんね、融資をしていく体制になってる。各銀行がここでしょ、完全安全な、ね、融資をね、国債8割って言って批判するんだけど、自分たちがそうじゃないのそうでしょ今年言ったら結構だよ、俺がそう言って自分たちがさ、十分伝わってますね。あ、でそれでもなやらないと言って加盟するか、こんちくしょうおめえ地獄へ行けみたいなこと言ったら多分。はい、それじゃあ、はい、はい、経済何からですか。郵政改革についてお尋ねします。今日出されたものを拝見してるんですが、それも関係するんですけども、この関連の後期ではですね、日本郵政上場というものは上場スケジュールじゃないですよ、上場する、あるいは上場を目指すというようなことは法律の中にこれはね、当然3分の1をと言ってるでしょ。 それまで処分するところだからね、これ書かなくだって当たり前の話だよね。ただ それをいつの時期にさやるか明示したってね、上場したって値がつかなくらいしかないでしょ、ね、国民の財産ですから ね。だからそういう意味では、あ、このちゃんとこの日本郵政がこの新しい方針に基づいてちゃんとした経営をバン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 やっていって、ね、上場できる状況を自ら作り出してことことやらないとか、ね、そういうことをやっていけば、ね、一方では郵政、なんだ、推進会が改革推進会のフィルターをかけていくわけだけどね、そのフィルターだってね、ある意味で弱くなっていく。どうでしょう、ね、とはいえ大臣の腹積もりとして、まあ10年ぐらいでやってくんないかなとかって、そういう、まあ、そんな言うじゃないですか。面白くないですか。10年言ったらこれあれより言ってるからな言ってないと思いますあなたは言ってないと思います大臣。いやそれはね、斉藤だってさ、いつまでもというわけじゃないからね、やっぱし全力をかけてね、それできるような状況を目指して頑張りますよ。その目安がつかない限りただ3分の1減らないっていう出資率は3分の1にはならないと。だから目安をどこでつけるかだよね、うん、それは経営陣が考えること。